皆さんこんにちは。メジャーリーグについて語るポッドキャスト、ワイルドシングのカズです。今日はワタがいません。ちょっと体調を崩しちゃったみたいでして、ワタいないんですけど、でも皆さん今日は発表があります。その発表とはプレゼント企画です。前も少しそういうことやろうかなっていう話してたんですけど、クリスマスも近いですし、やろうということで、まずはこの場で発表させていただきました。でですね、プレゼントの内容なんですけど、今のところは今年のオールスターの大谷選手の T シャツです。本人が着ていたものとかじゃなくて、普通に売ってるやつなんですけど、まあア・リーグの方のデザインで、で後ろに大谷選手の名前と背番号17ってやつですね。そして応募方法についてなんですけれども、これもまあ後々、改めてちゃんと発表するつもりなんですけれど、まあ概要をご説明すると、まず僕らのツイッターをフォローしてください。それで僕いずれこのツイートをリツイートしてくれた人たちの中からっていうツイートするんで、ワイルドシングのツイッターをフォローしてるっていうのが一つ、それとそのツイートをリツイートしてくださると、その2点満たしている方々の中から抽選で1名、2021年オールスターの大谷選手の T シャツをプレゼントする予定です。予定ですっていうその言い方の理由なんですけど、やらないってわけじゃないんですけど、この企画進める中で皆さんからこういろいろご意見もしあれば違うのでもいいかなと思ってます。とにかくこれを機にリスナーの皆さんと交流していきたいなっていうのが一番の目的です。ていうのも大変お恥ずかしいお話なんですけど、ツイッターのフォロワーが非常に少なくてですね、確か今16とかなんですよ。やばいですよね。でもこのポッドキャストの再生回数は全然そんな16とかじゃなくて、全然桁違うんですよ。まあ僕らのこのアピールの仕方、告知の仕方が今まで悪かったのかなと思うんですけど、まああとツイッターの方いろいろエピソードの発表しそびれちゃったりとか、あんま活かせてないのが現状なんですけど、ちょっとこれを機に、リスナーの皆さんとの交流も少しずつやっていければなって思ってまして、そういった背景があっての企画です。ということで今日はできたらね、ゴールデングラブ賞の話とかシルバースラッガーの話とか綿にしてもらえたらなと思ったんですけれど、まあそういうのできないんですけれど、プレゼント企画やりますよっていう発表です。一応クリスマスプレゼントとして考えているので、収録している今日11月16なんですけど、クリスマスの1ヶ月前、まあだから来週にはドンとアナウンスして、ツイッターのフォローであったりリツイート募集し始めて、で1ヶ月ぐらいですかね、その期間を設けて当選者発表して、で物をお送りするという感じになると思います。で着るものなんでサイズ気になると思うんですけれど、一応当選決まってからやり取りさせていただいて、サイズいくつがいいですかっていうのを聞いた上で決めて、それからプレゼントにしようかなと思ってます。本当は僕タティス選手のサインボールいいかなと思ったんですけどね、ちょっとワタからそれはまた後々の企画に取っておきなさいと言われまして、まあそういうわけで、もちろん今回だけじゃなくて今後も何回もやっていくつもりなんですけど、もし今回全然盛り上がらなかったら2回目3回目ちょっと腰が重くなっちゃうんで、本当にぜひぜひ皆さんのご参加お待ちしてますって感じです。ということで今週すいません、通常通りのエピソード配信できないんですけれども、プレゼント企画やりますよっていう発表でした。また来週満を持してエピソード配信するので、今後ともお付き合いのほどよろしくお願いします。